チャールズ W エリオットチャールズウィリアムエリオットはアメリカ合衆国ハーバード大学の19世紀から20世紀にかけての学長である。1834年3月20日にアメリカ合衆国にて生まれた。1869年にハーバード大学の学長に就任。その後、1909年にかけて約40年間学長の地位を務めた。在任中に エリオット改革と呼ばれるアメリカ高等教育の改革を行い他の大学にまで影響を及ぼしたそれまでのアメリカの大学の副賞を中心とした授業からの脱却を図った改革の内容は多岐にわたりといった改革を行っているこれに対しては教師と学生の関係がうまくいくようになったとして成功を収めたと評価される一方でサミュエル・モリソンは自らの ハーバード大学の三世紀の著書でエリオットを批判するなど評価と批判が両方行われている。また、ジョンズ・ホップキンス大学の設立に関しては500ドルの報酬をもらい委員会に助言を行った。その後、ジョンズ・ホップキンス大学が研究中心大学として対等してくると、ハーバード大学にも研究中心大学を取り込むことになった。ありがとうございます。